インドの風景が浮かんできたんです。インドってね、まあ、全部の土地ではないと思うんですけど、赤土がすごいんですね。もう本当にオレンジ色、燃えるようなオレンジ色の赤土があって、赤土って乾いてる時はね結構白っぽいんです。で、雨がバーッと降ってきたらその白っぽい赤土が燃えるような色に変わるんですね。で、ちょっとこうホコリっぽかったりするので、ホコリっぽい葉っぱも現れて、もうこんな色が地球上にあったんだっていうような気持ちにこう胸が打たれました。で、私たちもこの今いろんなものを着てますけれども、もともとは全部地球にある色が作ってるんだなと思って作ったネイチャーカラー、聞いてください。